はい、アコギチャンネルです。今回はギター初心者が知っておくべきストロークの弾き方です。ギターを始めて数ヶ月が経ったけど、なかなかストロークが上達しないで悩んでいる方がいらっしゃると思います。この動画を見ると基本的なストロークの弾き方がわかりますので、最後まで見てください。アコギチャンネルではギター初心者がうまく弾けるテクニックや作曲方法、オリジナル曲を配信しています。チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。また東京で個人レッスンの無料説明会をしていますので、ご興味のある方は概要欄のホームページからお問い合わせください。それでは始めます。コードは大まかに分けると3種類あります。6弦から弾くコード、5弦から弾くコード、4弦から弾くコードです。例えば6弦から弾くコードは Em コード。5弦から弾くコードは C コード。4弦から弾くコードは D コード。などがあります。3種類の中でミュートするのは5弦から弾くコードと4弦から弾くコードです。ミュートの方法は親指を使います。例えば C コードは親指で6弦をミュートして弾きます。D コードは親指で6弦と5弦をミュートして弾きます。しかし6弦と5弦をミュートするのは正直なところ難しいです。なので6弦だけミュートすれば OK です。6弦は D コードの構成音ではないミの音階なので、6弦が鳴ると違和感があります。ただし5弦は D コードの構成音であるラの音階なので、5弦が鳴っても違和感はありません。Dマイナーコード。Dセブンスコード。Dマイナーセブンスコード。Dメジャーセブンスコード。なども D コードと同じように5弦から弾いて大丈夫です。このようにコードの6弦を親指でミュートすることで、より正しいストロークを弾くことができます。ストロークのパターンはたくさんありますが、3種類のストロークを覚えれば、大概の曲に対応できます。1つ目はダウンストロークです。バラードで弾く場合が多いです。2つ目はダウンアップストロークです。バラードからアップテンポの曲まで幅広く弾くことができます。3つ目はダウン、ダウンアップ、アップダウンアップと弾くパターンです。ミディアムテンポで弾く場合が多いです。はじめは簡単なコードで遅いテンポで練習して、慣れてきたら速いテンポで練習しましょう。これら3つのストロークが弾けるようになれば、他のパターンでも弾けるようになりますので覚えましょう。ストロークで大事なのは裏拍をカウントして弾くことです。初心者の頃は裏拍をカウントしないで弾くと、裏拍を早く弾いたり遅く弾いたりしてしまい、正確なリズムで弾けない場合があります。1、2、3、4、5という感じに裏拍をカウントしてストロークを弾くと、正確なリズムで弾くことができます。
裏拍を早く弾いてしまうとコードチェンジのタイミングも早くなってしまうので、焦ってしまい、うまくコードを抑えられず音が綺麗にならないという悪循環になります。右手のストロークのリズムを正確に弾くことで、左手のコードチェンジも正確なタイミングで焦らずに抑えられます。なので、裏拍をカウントしてストロークのリズムが速くなったり遅くなったりしないように弾きましょう。それではこれで終わりにします。この動画が役に立ったと感じましたら、高評価、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。あなたもアコギチャンネルの仲間になって、一緒にギターや作曲を頑張りましょう。ご視聴どうもありがとうございました。